今日はロックダンスをやります。ロックダンスの、基本のリズムの取り方からやりたいと思います。基本のリズムの取り方は、体を前から後ろに引っ張ってリズムを取ります。1、2、3、こんな感じですね。で、手の動きが多いので、手のリズムもしっかり取ります。では中から外、中から外、上段は寄せ、上段は寄せ、上段は寄せみたいな感じで撮るとファンキーな感じで踊れると思います。それではやってみましょう。はい、2週目です、はい。先週の応用で、今週はリスト12というのをやります。肘を上に引き上げて、そのまま手首を回します。くるりん、それを下ろしてリズムを取り続ける、これがリスト12ですね。そしたらその12を下ろして、鶏の羽のようにリズムを止める、これがロック。まあ止めたり、あとはバウンスしたりするのはそれぞれのリズムの取り方でやってください。それでは、3週目なのだ。はい、というわけで、3週目始まりました。今日はクラップです。クラップ、先週のこう手を回す動きから、後ろに手を出て叩きます。クラップ、ぜひ腰は前に、1回、2回ありますね。それと、片手バージョン、片手回して横に手を出して、これを自分で叩きます。いいことあったときに、っていうしますね。これを、一人でします。みたいな感じでこう一人よがりで喜ぶダンスです。でもみんなで楽しく踊りましょう。それでは、ロッキン基礎編最終回なり、はい。今日はポイントというリズムの取り方をやります。これは単純に自分の好きな方向に指を指します。指を指してリズムを取ります。この時に注意しなければいけないのは、しっかりその指先の方を見ないと、だんだんかっこ悪っかっこ悪っみたいなことですね。じゃあ先週までの、やったことをもう一回おさらいしましょう。7 8 and 1 2 3 4 5 6 8 1 2 3 4 5 6 7 8。それでは